演奏家はあくまでもソロだと私は思ってるし、そう、うん、でそういう意味で の今ここで自分がどの音を出すかっていうね、もうそれは音は あらかじめあるっていうね、それを切り取ってくるんだみたいなことを彼は言ってたし、でそういうところではもう完全にこうこうこういうテーマでここで吹くなんていうことはもう彼にとってはどうでもいいことだったから、うん、でそういうそれはダメよね、作ったものだからね、本物じゃないよね、うん、でそういう部分でうちなんかでもたまたまファンの方がいらして、でこう撮り続けててくださったんで残ってますけど、私なんかはやっぱり聞きますね、撮って聞く違うって言って消しちゃうっていうね、要するに撮りきれないものがあるんだっていうね、でそういう意味でもこうリアルタイムで今の音を聞いてほしいのよねっていうのが、こうライブをやるこう店の人間のこう意識っていうね、でそういう意味ではもう完全にそういう計算された何かとかね、ここでこれをとかっていうこととは違うと思うけれども、まあ、若松さんは吹きっぱなしにこうさせてくれて、でそこの中からねこう映像も撮ってたのかもしれないしっていうか、そういう意味では割にこう自由に映画の中ではやってるんじゃないかなとは思うけどね、うん、でも気が合ってて、うん、違ってました、気が合って気が、ね、それは私には失敗だった、うん、今の映画だけどもやっぱりね、やっとばれたんでしょうからね、安倍さんは監督じゃないから没にするわけにいかなかったんじゃない、うん、自分で全面的にやっぱりもっと吹きたかったっていうのは、まあ、ね、本人は言ったけどね、うんうん、やっぱり自分で作りたいみたいなことも言ってましたよ、まあ、映画みたいなものね、うん、映像そこはこの映像でしょうね、わかんないけど、まあ何本かっていうかね、そういう16ミリも残ってるんですね、うん、まあ、今回貸していただけたかどうかわからないけれども、もう亡くなられて高木さんとおっしゃる方が撮った16ミリがあるんですね、でそれも亡くなって9年目のテープコンサートの時にたまたまあるルートから発見されて、そしてこう提供してもらえたというか貸していただけたんだけれども、こうね、ずっとやっぱり流しているものをこう編集してっていう感じなんだけれども、うん、そういうような部分もあってね、うん、でもやっぱり自分では映像になってしまうと違うっていうね、うんうん、彼は常々それやっぱ思ってるから、 それだから伸びるのよね、まあそうでしょうけどね、うん、当然、うん、これでいいって言ったら終わりだもんね、うん、自由な枠組みがない中というんでしょうかね、その中で先ほどね平谷さんおっしゃってたんですけれども、まあ、映画からは到底見出せないと思いますが、聞こえない音が聞こえてくる、その聞こえない音ってどういう、安倍はね言うんだけれども、音っていうのはみんな人間はついつい聞こえてるものだけが音だと思ってるって、でも音っていうのはねって可聴範囲を超えてもそこにあるんだよっていう、人間の能力がそこまでしか聞けないだけでねって、音っていうのはあるんだよっていうことをやっぱりこうボソリボソリとこう喋ってくれる、こちらがまた体験したことが不思議で、ね、何あれっていうから、まあそれで答えてくれるっていうね、でまあある音をこう出し続けると、そうするとこうフリーになるっていうね、でその一つの現象に過ぎないんだっていうね、だから音はあるんだよっていうね、うん、そういうようなことを言ってて、やっぱりそれを自分で承知してこう自分がそこへそれをやったっていうね、その辺に彼の天才性があるのかなっていうね、まあ日常的にどうであったこうであったなんてことは本当どうでもいいことで、ただもう純粋に音として彼はその音を道具に使うということを非常に嫌がってたっていうかね、まあある時代のある人たちが旗印にこう使うっていうね、でそういうよくこう呼ばれていくわけですよね、とそういう時にうちのカウンターにしがみついて行きたくないよって言うんですね、で断ってよって、うん、で何やってんのって言うね、あなた約束してきたんでしょって、だっ ってあいつらバッチンだもんって、俺の音なんかどうでもいいんだよねって、自分たちの意識にあれしてるだけだよねって、俺の音なんか誰も聞いてないんだからって、そんなところで音は出したくないってそういうのね、でもさってたった一人でもいるかもしれないじゃない、本当に音を聞く人が、でそのたった一人の人からね、あなたの音を取り上げる権利はあなたにはないのよって、であなたがそれだけの音が出せるんだったらね、その意識ぶっ飛ばして変えてくればいいじゃない、聞かせといてよって、うんって言ってスタスタスタと出かけていくというね、うん、そういう感じでやっぱり彼の中でのその音って
っていうことをものすごくやっぱり厳密に考えてたんだなっていうね。でそれを現実にその音で出して、例えば私にそういう現象が起きたっていうね、だから彼はやっぱりできてたんだろうと思うのね、うん、いいですか、うん、すごく素朴な疑問なんですけど、そのライブのお客様全員に聞こえてたわけじゃない、うん、あの表面的にね、私が無理、分かんない人には分かんない、うん、ごめんなさい、ごく一部の人にはやっぱり聞こえてるっていうね、うん、でこう例えば演奏中にまだ演奏中なのになんかガサガサざわつく、なんだってこう見ると聞こえてない人は阿部が立ち往生してると思ってるっていうね。で、ね、残念ながら録音が取れないんですね、この音が。今のお話を聞いてて思うことは、はい、僕阿部さんがもうしばらく生きてたら、はい、また少し変わってきただろうと思うのね。つまりね、自分の音を聞かせるのはね、はい、むしろその縁なき市場にこそ聞かせたいっていう気持ちになってくれたかもしれないと思うね、ひょっとしたら、うん、つまりそういうものを求めてね、うん、これはまあ親鸞の言葉なんですけども、うん、そういうものを求めて熱心にその信仰の道に入ってくる人たちではなく、うん、そういうものを拒否しね、うん、そういうもののあることを知らずに、そういうものに背中を向ける人たちにこそ自分は話したいっていうことをね、親鸞は言ってるんですけれども、うん、僕はひょっとしたらね、音というのはね、縁なき市場にまで語りかけるようなものであるから、やっぱり音がさ貴重だとか、うん、我々にとってね、うん、やっぱりこう愛すべきものではないかっていうふうにね、うん、縁のない人はないって言ってしまうとね、ちょっと苦しいと思いますね。今ね、こうやってみんなこんなことしてるってことは、うん、そういうことなんですよ、今それそのことなんですよ、ね、だからこういうふうにね、やっぱりあるということがやっぱり大事なんで、うん、そして今活躍してこれからどんどんね、新しい道を開いていくであろう現役のミュージシャンたちは、うん、知ってようが知ってまいがやっぱりね、阿部さんの開いたものとのねコミュニケーションがあると思うんですね。そうですね、別に阿部そのものを目指すわけではなくて、目指すわけでは何でもなくても自分の世界を目指してるわけだからね、うんうん、そういう部分ではみんなそうでしょうね。ほら、阿部さんと共演したりしたレコードになってる吉澤さんがね、うん、ついこの間、豊田雄三さんっていう歌い手と一緒に来て、でソロでお互いやって、でもこれがもうほとんど水と油なわけですよね、うん、それで3ステージでセッションやるわけですよ、うん、これがね、もうその時にね、俺初めてこの、フリーをやる人たちの、顔をね、その普段演奏やって終わるとみんなポケッとするじゃないですか、優しい、ものすごい優しい人たちがああいうすごい演奏するわけですよ、うん、だからその優しさがをこの間音で聞いたんですよ。吉田さんがうわーっとみんなの前で昔の音との延長なんだけども違う音で今風にやってるわけですよ。でそれは違うね。いやいや、それでね、ごめんなさい、それで終わって終わった後で今度はその、トヨタさんと一緒にやった時に全く違う音を出すわけですよ、うん、ものすごい優しいわけですよ、うん、あまりにも普通なわけです、うん、だからね、演奏家っていうのはすごいもんだなと思いましたよ。普通もいいじゃないですか、だからそれでやっと普通に音楽だと思って聴く人たちを解放されるわけですよ、うんうん、僕はいろんな形があっていいと思ってるね、うん、おそらくてめさんはそのように受け止められて、おそらく松坂さんは違うように受け止められるかもしれない。皆さんその聴いてきた音楽の背景が違うから、だからどうなのかな、例えばリアルタイムで聴いていたガヤさんと松坂さんでレコードから大ファンになった、それで私は全然知らないんですよ、うん、全然知らなくてお話だけしか聞かなくて、それで松坂さんお笑いになるかもしれない、でも私には分からないんですよ、どうして皆さんがそのようになってたのかな、うん、でその阿部さんの音というもの、音だけちょっとご用意しましたのでそちら聞いていただきたいと思います。今本当に阿部薫さんを知らない世代の人たちにも聞いていただいて判断していただきたいと思います。お聞きください、うん、